それ頑張る何が起こった何か可愛くない声が2人ぐらい聞くマイクを通して頑張るちょっとマイク折ります頑張る先輩頑張る私が行きましょうかカッパルカッパルワチチポーカッパル大佐ここでカッパルがカッパルってどっかっこいいポーズカッパルってどっから来たんですか埼玉県は四季市から来ました四季市のキャラなんですね、はい、四季のいいところから来ましたなるほど四季にはカッパの銅像がいっぱいありますね、キュウリが特産ですからね一回も行ったことがありませんキュウリ特産ですよあとパルシティというね観光施設があるんだよねあそうそうね OK ですはい観光地あの声優の宮野真丸さんって方がいるんですけどご存知ですかあのハラチラっていうのがあのカパルの中で今マイブームなんですでちょっと初披露させていただきましたので今年もたくさん初披露のものを皆様にお見せできればとね考えておりますですねで何言うんだっけあと忘れちゃったあそうだ岡崎にカパルは今日で3回目だよねはい3回目になりますで寺島ゆふちゃんとのゆるフィーズの中で岡左衛門と同じメンバーでカパルは所属させていただいてまして岡左衛門とも仲良くさせていただいてますで過去に2回ほどイベントに参加してるんですけどもその時に大体後ろにいる石田洋介さんね一緒になんか楽器持ってやってるんですけどどうしてもカパルですとか指揮士のカパルですしか言ってくれないのでちょっとえ何なんか言ってんだけどカパルえ何最近は飲み会も全然付き合ってくれないそうそうなんか付き合い悪いみたいでどっかのあもうこれ以上言うとちょっとアウトなんで、はい、でねいつもそうカパルのことを指揮士のカパルでーすって言ってさらっと紹介してくれるので今日はちょっとね紹介をしたいと思いますちょっと待ってと思ったんですけどちょっと時間があまりないかなでも大丈夫です埼玉県四季市のカパルでーすありがとうございましたあ、それ持って帰ってくださいね、はい、以上でーす大丈夫ですかカパルでした帰ってきたカパル取りに行こうよすいませんねさすが今年キャライベント慣れてる大先輩気を使って時間まで時間の調整までしていただいてはいいいですよ思い残すことあれば最後一言言ってくださいね、はい、大丈夫ですか思い残すことカパル、はい、なんかマナミンさんにあるあ私ですかはい腹チラかわいい大サービスですね独り占めしちゃったありがとうございます大サービスですはいありがとうございました、はい、ありがとうございました